浜モノレールの開通により都心からのアクセスが快適になった中央大学多摩キャンパス。武蔵野の緑に囲まれたキャンパスは四季折々の自然を満喫することができます。個性あふれるユニークなカリキュラム、そして充実した施設、中央大学を育った多くの人材が社会で活躍しています。今日はもう秋の素晴らしい天気の中でこの伊豆をですね、旅することができるというのはすごく素敵なことだと思いますけれども、伊豆というのはやっぱり文学の世界とは随分関わりが深いところだというふうに考え、聞いておりますけれども、特にこの湯ヶ島ですか、この辺りに関しては随分と、いろんな文学者がこちらへ来て作品を残しているというふうに聞いておりますけれども、いかがなんですか。本当にこう天城峠を控えた伊豆の温泉地としてですね、とっても環境が良かったんで、大勢の近代の文学者が訪れていて、それぞれこう作品を残してるんですけども、中でもこう忘れちゃいけないのは、やっぱりこの湯ヶ島温泉で育った井上靖少年がいるんですね。でこの湯ヶ島小学校に入学して、でそういう少年時代を白バンバという小説にまとめてます。これはもうとってもこう史上のあるこう我々の少年時代にも通じるようなそういうものを持ったこういろんな子供時代の姿を映してるんですけども、でそれがまず、第一ですね。それからやっぱり伊豆というとその川端康成の伊豆の踊り子が有名なんで、その伊豆の踊り子はどういうふうに使われたかっていうと、大正の7年に川端康成がこの湯ヶ島に来てるんですね。でそこで踊り子と出会って、でその体験を大正15年に伊豆の踊り子にまとめてるんです。でこんなふうにそれぞれこう有名な小説家と作品なんですけれども、その2つがですね、その伊豆の踊り子 その背景に、場合によってはその井上靖少年がこうなんていうかな、伊豆の踊り子の踊りなんか一緒に見てたかもしれないみたいな、そういう2人の関わりが、あるものですから、そういう点でも面白いですね。そうですね。でちょうどこう伊豆の踊り子をこう単行本にまとめるのがその昭和の2年なんですけども、ちょうどこう大正15年の末、昭和元年 の大晦日にですね、まだその小説の修行中であった東大の学生の梶本次郎という人が訪ねてくるんです、そしてこう宿を探してたんですけれども、川端康成がその長く逗留できる宿を紹介してくれたんですね、そういう宿屋を紹介してくれたこともあり、それから2人とも同じ大阪人なんですね。川端の方が意外なんですけども、その文学史的には川端の方が非常に有名ですし、デビューも早くて、梶本次郎はその後こう出て、しかも早く死んじゃったんで、かなりこう川端と梶ってこう離れてるように感じるんですけども、実際は2つ違いでしかないんですね。で学年でいうと1学年しか違わないんで、そういう同居人で、しかも非常にこう年齢も近いということもあって、川端はとっても梶にこう親しみを持ってこうよく面倒を見てやったんですね。それでこうもう梶の方 もう毎日みたいに川端の宿を訪れてですね、いろいろとこう話を聞いたり、それからちょうど伊豆の踊り子っていう本のこう構成をやってる最中だったので、梶本次郎がその構成を手伝ってるんですね。その構成を手伝ってる時に、梶本次郎のこう発案で川端康成が少年時代に書いていた15歳の日記っていうのがあるんですけど、それをぜひ入れなさいってこうアドバイスして、で川端もその過去の作品を思い出してそこに収めて、大変その15歳の日記を思い出させてくれたことを感謝しているとか、そんなような関係でもあったんですね。で川端康成はその後昭和2年の4月にですね、こう温泉を去るんですけども、梶本次郎は翌年の1年半ほどですね、この湯ヶ島で療養していくんです。でその間にこの湯ヶ島の自然に触れて、非常にこう
かな、文学的な刺激を受けたんですね。それで早急とか家計の話とか、なんか闇の絵巻ですとか、それから冬の灰ですとか、もう本当に珠玉の作品というような非常に素晴らしい作品を残してますね。ですからこれからそういう作品の舞台を歩きながら、梶本次郎のことを偲んでいきたいと思います。あ、そうですか、楽しみですね。そうですね。梶井元次郎、1901年2月、大阪市西区土佐堀にて、父宗太郎、母ひさの次男として生まれた。中学時代はエンジニアを目指し、第三高等学校理科へ入学するが、次第に文学の道に惹かれ、東京帝大英文科へと進み、中谷孝雄、殿村茂らと共に、同人誌青空を創刊。レモンや城のある町にて、路上などの代表作を発表していった。1926年、肺結核の療養のため伊豆湯ヶ島温泉を訪れ、そこで川端康成との親交を深める。1931年に初の創作集レモンを刊行するが、病は次第に重くなり、翌年3月、大阪にて31歳というその短い生涯を閉じた。1926年、湯ヶ島温泉に到着した梶井は、川端康成が滞在していた湯本館を訪ねる。当時川端は伊豆の踊り子の構成をしており、まだ無名の文学青年であった梶井を、初対面でありながらも快く迎え入れてくれたという。梶井はしばしば川端を訪れ、構成を手伝い、多くの作家たちと出会ってゆく。長期療養のため川端に紹介されたのが、湯本館から少し離れた湯川屋旅館である。ここで梶井は1年5ヶ月に及ぶ療養生活をしながら、創作活動に励んでいた。26歳の頃である。おかみさんの安藤さんにお話を伺いたいと思います。こちらは梶井の、素晴らしい日があるということで、ここでお話しさせていただきたい。おかみさんのご主人のですね、安藤さんは、梶井元次郎がこう療養した時に、まだ少年時代でいろいろとこう梶井と話をした、そういう方なんですね。でその方がこの碑をお作りいただいたんですけども、その碑を作った頃のことをちょっと伺いたいと思いますけど、監修、梶井の全集が出ました、送りいただいて主人が励みましたところ、あまりにもの梶井さんの素晴らしいね、文学、まあ素人ですけど文学の良さに感動しまして、どうしてもその後世残したいっていうんで、自分が自力でね碑を作りたいと、でいよいよ念願かなって作ったのがこの碑でした、なんか大変こう立派なね、こうブロンズの書簡を写したやつなんですけど、川端康成さんの推薦の川端さんの手紙ってことなんですか。はい、で先生ご自身が、いや僕は元次郎の、梶井元次郎の副碑を書きましょうって書いてくださったところにあります。ここにある副碑なんですね。はいはい、川端さん自身はこの碑を見にいらっしゃってるんですか。はい、ご自身が碑の前に立たれて、これが大変深掘りなんですよ。まあこちらの方はブロンズですけどね、向こうの深掘りならある程度、まあ永遠に摩滅しないようにという意味でね、読めなくなっちゃうのもありますからね。そうです。ですからただ先生それが大変お気に召したと見えましてね、二度三度こう日を撫でた途端にうんうんと合点なすって、なんか川端康成の最後ぐらいじゃないかって。ですからおそらく
まあ確かめはいたしませんけど、皆さんのお話で聞くところによると、これが絶筆ではなかっただろうかって、うん、もうその後ほとんど先生の書き物もなさらないし、お部屋もお守りがちだったようですね。その時に お書きいただいたのはこの本が、ですから、おそらく不死ですからね、不死ですから、おそらくそうだと思うんですが、まあ推察ですけど、そういうようなこともないですがね。あと何かこちらにまた珍しい子何か、はい、レモン塚はね、梶本次郎のへその緒が入っております。で、梶さんのお兄さんの健一さんが、元次郎がもう本当にもう松本の頃にね、行ったのが湯ヶ島へ行きたい、湯ヶ島へ行きたいということだったそうです。ですから、せめてね、元次郎、もっちゃんって言ってましたね、もっちゃんの母親から預かったへその緒をね、ご自身があのあそこへ埋めてやることもいいだろうって言いまして、で、お持ちくださいましたのは、この文学書を作った先生のお父さんになられる方がね、インドまで行って、インドの土を持ってきて、息子さんに作らして、ぶっしゃり、その中に元次郎の全集三巻とへその緒と、それからインドのお香を入れましてね、梶本次郎はここで療養している時に宇野千代さんともかなりお付き合いがあったんですけども、はい、宇野千代さんも この日のところにいらっしゃったみたいですね。レモンの話、レモン塚の話しましたらね、はい、そういう意味なら拝ましていただきますよっておっしゃったんです、はい、で私も先生撮影する際にちょっと待ってください、梶さんもねお酒飲みたくてしょうがなかったんだけど、体がなもんでビールばっか飲んでたですよっていう話しました、うん、だからせめてねお酒をね、はい、頭からかけてあげてくださいよって、はい、余計なことだと思いましたけど、うん、話しましたらね、で竹でうちで名物で竹酒をやってるもんですから、はい、竹の杯で竹のとね、あれでも筒でもって先生どうぞこうしてください、まあ申しましたらば、かけ言った途端にさーっと先生ね、本当になんてこうそばで見ましたら、お加減が悪くなったかったもれんなこの表情しましてね、それも撮影の方がびっくりして、どうしましたどうしましたっておっしゃったんですけど、まあふっとお声かけられて気がついて、あ失礼しましたって言ったんですが、もうその時の感情はね、もうたまらない、私そばで涙が出ました。全然ダメでした。お疲れのところでありがとうございました。とんでもございません、ありがとうございました。まあ梶さん喜んでくださると思いますの で、ね、湯ヶ島での療養中、梶本次郎は次第に暗闇に対して情熱を注ぎ始めた。川端の滞在する湯本館から湯川屋までの暗い道のりを作品闇の絵巻や早急で詳細に語っている。しばらく行くと橋がある。その上に立って谷の上流の方を眺めると、黒々とした山が空の正面に立ちふさがっていた。橋を渡ると道は谷に沿って登ってゆく。左は谷の崖、右は山の崖、行く手に白い電灯がついている。それはある旅館の裏門で、それまでのまっすぐな道である。なんという暗い道だろう。そこは月夜でも暗い。歩くに従って暗さが増してゆく。不安が高まってくる。それがある極点にまで達しようとするとき、突如ゴーッという音が足元から起こる。それは杉林の切れ目だ。ちょうど真下に当たる背の音がにわかにその切れ目から押し寄せてくるのだ。大きな闇の中であった。
街道へその家の火が光を投げている。その中へ突然姿を現した人影があった。しかし私は何ということなくじっとその人影が闇の中へ消えてゆくのを眺めていたのである。その時私はどこというもののない闇にかすかな旋律を感じた。その闇の中へ同じような絶望的な順序で消えていく私自身を想像し、言い知れぬ恐怖と情熱を覚えたのである。また梶井元次郎は作品冬の灰においても太陽の光を恨み衝動的に闇の中へとその身を投じている。ここは伊豆の踊り子なんかでもよく出てくる天城のトンネルになるわけですけれども、はい、梶本次郎が冬の灰という作品ですか、はい、それでバスでこの峠を越えてでしばらく行ったところで降りて、はい、そして歩きながら夕暮れっていうかもう闇の中へっていうんですかね、はい、そちらの方へ歩いていくという場面があったかと思うんですけども、梶井 の闇への情熱という言葉が あると思うんですけれども、はい、それはどういうふうなことなんでしょうか ね、 湯ヶ島で書いた作品の中にたびたび闇への情熱ですとか絶望への情熱、そういったことを梶井は言い出すんですね、でこのことを考えるにはまずその湯ヶ島に来る前にですね、梶本次郎は六本木の近くの飯倉片町というところに住んでたんですけども、その当時の生活を写した冬の日という作品があるんですね、その冬の日という作品の中ではまだこう日向ですとか光ですとか、そういうこうものに愛着を示したんですね、でこれ光とか昼間の明るさというのはその生の象徴でもあるんですね、で梶本次郎は結核というこの死の病気の宣言をされてるんですけども、はい、だけどまだその死というものをこう正面から受け付けられなくって、こう生に未練を示してるんですね、そういう未練の姿が冬の日なんかに現れてるんですけれども、その後湯ヶ島にやってきて、こう湯ヶ島の闇の中にこうずっと暮らしてるうちにですね、その闇への情熱絶望への情熱ということを言い出すんです、でこの闇というのはいわゆるその死の象徴なんですね、梶本次郎は当時も死病であった結核をこう宣言されていて、もうそのいずれ近々お前は死ぬんだよっていうのはこう死の宣告を受けてるんですね、でなかなかそれを正面からこう受け入れられなかったんですけども、湯ヶ島に来て闇っていうものを体験する中からその今までの逃げ腰な中途半端な、そういう生き方じゃなくって、自分の死というものを真正面から見つめた上で残された人生をしっかり生きていこうっていう、そういう前向きな姿勢に変わってくるんですね、その前向きな姿勢こう死というものにこう残された人生にこう挑戦的に前向きに生きていこう能動的に生きていこうというそういうその姿勢が闇への情熱絶望への情熱という、そういう言い方として現れてくるんですね。暗闇そのものがその暗いというイメージだけじゃなくて、そうですね、力強さを持ったというんですかね、生きることへ の、ね、一生懸命生きるというような意味合いを持っているということなんですね、闇というものをこう死の象徴として受け入れてそれを真正面から見つめて、なおかつその上でそういったその残された生にこうもう充実していきようっていう、そういう前向きの姿勢の表れなんですね。暗さの中のなんか、生きる、意欲みたいなものが出てくるわけですね。もう決して諦めてはない、残された人生を思い切って生きるぞ、そういう前向きな姿勢だっていうことを、それを忘れないようにしたいと思いますけれども、この深い闇の谷の中を歩きながらこの後ずっとこう下に下っていくんですけども、その後こう湯鹿野っていう、作品には地名は出てこないんですけどね、前後の関係から湯鹿野温泉の共同浴場に入って、それで自分の体を温めるってそういう場面が出てくるんですね、ですからこれからこの湯鹿野の方に行ってみようかなと思いますけども。そうですか、はい、
湯賀野温泉福田屋は川端康成の伊豆の踊り子に登場する宿である。梶井元次郎は冬のハエの中で福田屋の向かいの踊り子も入った共同湯に浸かり、闇を歩いてきた疲れを癒し、そして再び歩き始めたのであった。下田の港に到着した梶井はここで3日間を過ごした。私は近くの沖にゆっくり明滅している回転灯台の火を眺めながら、長い絵巻のような夜の終わりを感じていた。船べりの触れ合う音、友綱の張る音、眠たげな船の明かり、すべてが暗く静かに、そしてうちわで和やかな鑑賞を誘った。それはいずれにしても、私の憎悪に満ちた荒々しい心はこの港の埠頭で尽きていた。長い間私はそこに立っていた。毛疎い眠気のようなものが私の頭を誘うまで、静かな海の闇を見入っていた。冬のハエという作品の中では最後の、はい、旅の終わりになりますけど、下田にやってきましたけどもね、はいはい、湯賀島温泉というね、伊豆半島のちょうど真ん中頃の温泉で療養してたんですけども、それで、ある夕方突然バスに乗って、で天城峠を越えて、で天城の山中、夕暮れの山中に自分を下ろしてしまった、でその後闇の中をずっとこう進んできて、結局こう下田にやってきたって、それが大きなあらすじですけども、ただその闇の中歩ってきたっていうのは、結局自分に与えられたその結核という死の運命をですね、なんとかこうそれに対してこう立ち向かいたい、はい、そういう気持ちでこう闇の中歩ってくるんですね、で一旦挑戦したんですけども、この途中寒さに負けてしまって、その湯賀の温泉らしきところに入ってですね、温泉に入ってこうぬくもりを取って、で実際にはこう皇帝から考えると湯賀の温泉に泊まったんじゃないかなと思うんですけども、結局作品ではそのまままた再びこう自分のこの温泉に浸かるという弱さをこう拭い去るために、もう一度こう闇の中を歩って下田までやってくる、そのような工程を取ってくるんですね、でその後こう湯賀島に戻ったらば、温泉に戻ったらば、なんか自分の身の回りにこうたくさんこう飛んでいた冬のハエがもうすっかりいなくなってしまった、そんなふうにして作品を結んでますね、その冬のハエというのはやっぱりその作品の中では象徴的になっているのかもしれませんけれども、どんなような意味合いで使われているんですか。タイトルも冬のハエっていうんで、非常にこう代表的な言葉なんですけれども、こう全般 の、 主人公っていうのは日光浴をしながらこう日光を憎んでいる、そういう、こう矛盾する姿が描かれるんですね、これは結局その何かまだ病気に対してこう中途半端に対してるんで、なんか病気にもう諦めみたいな気持ちが自分の中にあるんですね、でそれがこう作品では倦怠感という形で描かれていて、その主人公の中にあるもうどうせこの病気に抵抗してもダメなんだろうっていう諦めみたいのが冬の灰をこうそばに近づけてるんですね、ですけど作品の後半ではそういう自分の病気、自分に与えられた死病である病気、運命をですね、真正面から見つめてそれに挑戦しようっていう、そういう姿勢が後半には現れてるんですね、で結局その島田までそういう挑戦を続けてきて、そして湯賀島に戻ってみたらば冬の灰が死んでたっていうことは、結局自分の身の回りにあったそういう物言い、なんか諦めみたいな気持ちをですね、闇の中に突き進んで運命に挑戦する姿勢を見せたらば、そういう、なんていうかな、挑戦を試みたらば冬の葉が死んでいた、自分の中の弱さみたいのがこう拭い去られたっていうのは、そのような意味合いじゃないかと思いますけども、
っぱりそういう意味ではその梶井の作品っていうのはその細かい描写みたいなところが非常にきれいに出てるんではないかなっていうふうに感じられるんですけど ね本当に文章がこう正確で、それでこう音楽的で、もう読むだけで快感なんですけどね、そういう見事な文体の上に一見こう病的で暗くてこうドロドロしてる作品を書いたんですけども、その病的な暗さの中にこう非常に健康でこう前向きな強い姿勢が出てますからね、まあ、読者は非常にこう勇気づけられるんじゃないかと思いますね。ですからもうぜひこう梶井の作品の魅力の世界にこう触れていただきたいなと思いますけれども、そうですね、梶井元次郎、享年31歳。彼は結核という死病に取りつかれ、残された命がわずかしかないという運命の中で、その命を力の限り燃やすことで人生を生き切った。彼は死という運命に絶えず挑戦し働きかけ、その中に幸福を、価値を、生きがいを感じていたのである。受け身の人生、受け身の生き方に決して甘んじることはなかった。梶井元次郎の世界、世に残された作品はたくましく健康で明るくきらめきのある生への挑戦の奇跡だったのである。開通により都心からのアクセスが快適になった中央大学多摩キャンパス。武蔵野の緑に囲まれたキャンパスは四季折々の自然を満喫することができます。個性あふれるユニークなカリキュラム、そして充実した施設、中央大学を育った多くの人材が社会で活躍しています。